皆さんこんにちは。国与のレッツリポートへようこそ。この番組では国与のユニークな活動を紹介していきます。今回ご紹介するのは国与デザインアワード2013の一次審査の模様。ここで最終審査に残る作品が選ばれます。ところで皆さん、国与デザインアワードはご存知ですか？国与デザインアワードとは、使う人の発想に立った優れた商品デザインを広くユーザーから集めて商品化を目指すコンペティションです。毎回日本はもちろん世界各国からたくさんの作品が集まっています。過去の受賞作からは角消しやキャンパスノートパラクルのビートルチップなどのヒット商品も誕生。さて今年はどんな作品が集まっているのでしょうか。そして受賞に輝く作品は。では国与デザインアワード2013の審査会場へ向かってみましょう。今年から2部門制になったデザインアワード、ハッピーデザインをメインテーマに、ステーショナリー部門がハッピーエコロジー、ファニチャー部門がハッピーパブリックとそれぞれのテーマを設定。テーマを明確にしたことでより広くより考え抜かれた作品が集まりそうです。一次審査はここ大阪本社大会議室で行われます。会場には作品が見やすくファイリングされて並べられています。しかしすごい数、一点一点に作者の思いがこもっているんですね。主な審査員は国与株式会社の代表取締役社長執行役員黒田昭弘、伊藤忠ファッションシステム IFS 未来研究所所長川島陽子さん、侍代表佐藤柏さん、サクラムデザインエンジニアリング代表田川欣也さん、そして今年から審査員になっていただいたアーティスト鈴木康弘さん、そこに国与の社員が参加して審査を進めていきます。まずは簡単なオリエンテーション、今年のテーマの確認などを行います。何を基準に作品を選んでいくのか、ここでしっかりと認識を共有します。そしていよいよ選定スタート。緊張します。机の上に並べられた作品を一つ一つじっくりと見ながら、いいと思ったものに付箋をつけていきます。皆さん真剣な表情です。ファイルをめくりながら作品を仔細に検討。この中にダイヤの原石があるかもしれません。それを見逃さないように皆さん慎重になっている様子です。どんな作品に付箋が集まっているのでしょうか。気になりますね。こうして選定を終えた後、全員にディスカッションを行います。ここで今年の傾向を踏まえた上での最終審査に対するそれぞれの考えを意見交換します。ご協力ありがとうございました。一日たっぷりの時間をかけて一次審査が終了しました。審査員の皆さんお疲れ様でした。ではここで審査員の方々に一次審査の感想を聞いてみましょう。テーマとしては結構難しかったのかなと思うんですけども、いろんな切り口のものが集まってすごく良かったんじゃないかなと思います。今年はハッピーというテーマが加わったので、少し楽しかったり少し面白かったり、少し豊かになったりといういろんなアイデアがあって面白かったと思います。新しい視点の入った応募もあったんで、これから二次審査でもう少し多分ブラッシュアップされたアイデアを見ることができると思うので、それを楽しみにしています。初めてではあったんですけど、僕も仕事として取り組んでいることなのですごく身近な感じで参加できました。ちょっと白熱しちゃいました。皆さん方の力作を、我々見せていただいて、いい刺激をもらって続けていく元気をまたもらったかなというふうに思ってます。皆さんいかがでしたか。国与デザインアワード2013の一次審査、どんな作品がここを通過したのでしょうか。そして今年はどんな作品がグランプリに輝くのか、今からドキドキしますね。最終審査は10月30日。その時の様子もしっかりリポートしますからお楽しみに。それでは
次回レッツリポートまで。さようなら。